暴走したまま次のマップ行けんのかな。いやー耳にカチカチしないで。なんでそんな ASMR みたいなことしてくんの。あ、ここにもいる。待って、ここに。結構無視して大丈夫だな。おいしょ。これならやり直しも早そう。なんか敵そんなに。だって経験値とかもないもんね。うまみないからナルコンを溜め込んでいきたい。最初の頃は倒さなくていいみたいな。オッケー。やめろ。耳でカチカチすんな。八の字を描いていくかのように。わ、血垂れてる。あっちじゃないか、三角。すぐそこ入れる。入れる。入っちゃおう。ふんふん。ちょっとまたお手洗い行きたくなってきた。お。どうだ？よし。あ、でも何でもないわ。配電盤。これはない。回復剤。あー、もういっぱいだって。ここ覚えとこう。スキップ。あー、いっぱい。あ、ここか、ここ、あれだな。回復薬ゾーンだな。どこなの？ん？助けて。早く。早く助けて。誰なんだ、君は。なぜ僕の頭の中に話しかけてくるんだ。リオ、どこなの。頭の中に直接。今暴走したのかと思って。これは違う。めっちゃ回復薬ある、ここ。あ、ここいっぱいあんな。あ、やっぱいっぱいなんだ。持ってないね。回復薬持ちすぎなんだな。じゃあちょっとこれで一回、ここで一回違うとこ行って敵が出たら、わざと暴走して殲滅する。殲滅する。なんかタイミングがあとどれだけで。耳にカチカチしてくる。この廊下めっちゃカチカチしてくる。嫌がらせかな。絶対いるでしょ。ふん、痛い。拳銃おじさんだった。待て待て、走ってっちゃって。回復薬も余ってる。ちょっとゴリながら。あ、ここ入れる。あ、まぁ、いいこと聞かない。痛い。今そっち向いてなかっただろう。やばい、はめられる。そこ入るじゃん。その部屋行き止まり？意外と暴走しないな。もうなると思ってんだけど。そろそろ。暴走まだ？変なタイミングで暴走しちゃいそう。あ、持てない。やばい。あ、来た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 。あ、違った。暴走来たかと思ったら、ムービーだった。わぁ。なに？あ、なんか君、ドキウォーキで見たな。ヒマポンじゃない？見たな。いやぁ。やばいやばいやばい。これまずい。あ、いいタイミング。とってもいいタイミング。いけ。あ、でもやれない。一撃。
待って待って、言うこと聞いて。あ、この子ちょっと当たり判定あって。待てよ。まだだ。あの廊下のやつらを殺すまで。まず HP ギリギリまで。これでさ、HP 回復って使えんの？これ使うじゃん。余ってるから。はい。おしおし。ここ出まする。出まする。出まする。回復薬が余りすぎてる。恐ろしい事態。そんな余ること、ちょっとあのアイテムボックスさんとかないの？突っ込んどきたいんだけど全部。それでほらいいよいいよ、もう一匹はどこかなやばい遠い足の遅さが一番の敵だから。どこかな、ほらほら来てみろよ。痛い普通に食らう。ちょ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 、避けんな。よし、これぐらいにしといてやろうそしてこれを飲む。はいはい、飲みまする。それでもうなんか余ってるから回復も使います。で、あっちの回復と、取ろう。このまず奥のところ調べて、なんかあの、広い部屋の先っぽに、あれだね、一角あるな。なんかちっちゃい小部屋みたいな。部屋にはなってないけど、パーテーションみたいな。よし、これでゆっくり調べられる。あの、なんか変なボスみたいなやつは一撃だったけど。え、これさ、ボス戦にも使っていけるまさかの。あ、はい、これいただきます。電源が落とされている、使われていないようだ。あの子何だったんだろうしょうがないよね、だってちょうどなっちゃったの。これは、ああこっち、ここ入れない。うわ、階段だ。待て待て、セーブしたいくらい。何が作られてたのだろうか。待てよ。あ、でもここは入れないわ、隙間にこれは、あ、これはこれか。何も映ってない。ダメね。おし、やばい、もうあんなに溜まってるさっき飲んだのに AP 溜まる、早すぎない降りるしかない。降りよう。でも結局帰り道にも敵いることになっちゃうから倒していくか。ナルコンとかも溜まってるしな、あのなんかアイテムゾーンにあったから。あんなにくれる？ちょっと待って、めっちゃ広いとこ出たぞ。めっちゃ広いな、ここ。倒していくか。ふん、貯める。よし、どっちから行くか。ここ、いや待て、ここがちっちゃい部屋。セーブプリーズ、セーブプリーズ、セーブプリーズ。おセーブちゃんじゃない、ここほらだいたいちっちゃい部屋、セーブの部屋。よしよし、いいよ、マップもわかりやすくて好き。あんまり行ったり来たりしなくていいかな、そこまで。おしおし、はい、オッ
OK。 ただ暴走で敵を倒しちゃうとさ、倒し方わかんないままもっと強いやつ出てきちゃって一生倒せないっていうことになる。どうしたらいいんだろう。いざってなったら暴走したらいいのかな。わざと難しい、その頃合いが。あ、そのためにAP 上がる薬があんのか。まだ見たことないけど説明書に書いてあったね。ここが部屋だな。部屋の方から入っていこう。結構マップ広いな。でもどうなる？なんか戻れなくなっちゃったりする。やばい、暗くされた。なんだってなんだって。反応しない。やばい、暗いの怖い。暗いの怖い、暗いの怖い。コンピューターが並んでる。電源が入らない。どう？ちょっと、何？赤、赤、赤、赤。赤、赤、赤。ここ赤。で、なんか、青？真ん中だけ一個下がってんな。青。関係ある？まあ、いっか。なんかある。どっかに何かある。ナルコンある。じゃ、ナルコンもらってこ。レッドある。レッドもらってこ。ちょっと待って、レッドがいっぱいになっちゃう。ちょっと、レッドに変えてこれ使い切ろう。結構なんかアイテムのやりくり難しいな。持てる数ね。暗いけど、アイテムは取れる。ふんふん。OK。でも一番大事なのは、あれ。暴走した時に止める薬ね。こっち行ける？ん？なんかある。はい。制御室の鍵。OK。これはさ、暗いまま取れちゃっていいの？意外と見えちゃってるけど。これどうしようもないんだもんね。ロックされてる。開けることはできない。どうする？ちょっと待って。はい、並んでるでしょ？あ、ランプの色が変わった。あ、そういうこと？はい。ランプの色が変わった。はい。ちょっと待って、これがなんかの。赤、赤、赤、青、青、青にするんじゃない？赤、赤、赤。あとは？あとはどこのランプを指してる？この3つしかない？いやいや、これやってる間に。はい、ランプの色変わった。はい。ランプに反応はない。ランプに反応はない。はい。はい。はい。これでよかった？ほぼ総当たりでいったけど。あれかな？上になってた順番かな？オッケー。青いランプが高い位置にあった順みたいな。あ、リオン、ス
捨てい、ね、る。かな？ドクター、ステイ、ネル、リオン、エルサ。あ、これ、何？両親ってこと？お父さんとお母さん？この男の子？リリア。ドクターパーあ、なんだっけ説明書ちょっと英語で書くのやめていただきたい。あ、パスカーレ博士ね。コンピュータードロシーを作ったパスカーレ。ふんふん、ドクター待てあ、シュタイナーかドクターシュタイナーとこのドクターパスカーレは二人でドロシーを作ったスーパーコンピューターみたいな。 OK 両親の写真。あ、両親だって分かったんだ。あ、また見ちゃった。 OK、これは暗いままでいいの？これでつく？ちょっと暗くてさ、どっかに当たり判定が。はい。押し。OK。じゃあ出よう。鍵も取ったし。どう？待って、スタート。やばい、もう溜まってる。そこ広いフロア行っちゃうな。こっちの奥から見ていこう。ここロックされてる。うん、自分の足音。あ、いるじゃんちょ気づいてない感じ。燃えろ。おし。もう一回ぐらい撃てるな。ここ。いっぱいいたら、切り替える時間がかかるかな。あの、ナルコンに。お。不穏な音。なんだ？見えない。ここは？わ、なんかある。これ何？大きなワシの絵だ。ワシ。なんか地上絵みたいな。なんかフクロウみたいな声聞こえた。これなんだ？何かの装置。ん？待て。あ、違うのが見える。これを見ていくか。はい。なんだ今のちょっと待て。これは潮を吹いているクジラとみなすはい、次。あ、これはなんかわしなの？これわかんない。これはなんか蛾かな。がまたはコウモリとみなす。はい、これはヤギとみなします。ヤギみたいな、ケムクジャラのヤギと。なんで君
あーん。おん。君何なんだい？これはなんか、あ、じゃあ猫の上に、こう寝転んでる猫の上に蝶々がついてる。猫蝶々と呼びます。わかんないか、何か。はい。OK。あ、で、あっちにもドアがある。やばいやばい、AP が。あと2個上にあったな。あの、暴走を抑える薬。それを取っていこう。それで？あ、戻ってきちゃうな。違う違う。もう一個ドア。マップが結構広いね。そろそろ迷子になりそう。どこに何があったかを忘れちゃうな。あれだもんね、何の部屋とかアイテムあるよとかは出ないから。向こう側からロック。 OK。 これをやんなきゃまだ入れないね。あ、ちょっと待って、ロックの何でロックされてんの。女神像みたいな。 OK。 そこに何か必要ね。じゃあこっちはまだ一回セーブしよう。一回セーブしてお手洗いに行こう。漏れる。最近寒いから。ふう。あ、しかもね、今っていうか明日から、あの、まさかのマンションの何大改装、外側ので、3ヶ月ぐらいさ、日中ずっとうるさいんだよね。だから取れなく、日中は取れなさそうで、夜はもんじゃが帰ってきちゃうかもしれないから、最近不規則で仕事の時間帯がね、あんま取れないかも。もしかしたら更新遅くなっちゃうかもしれないけど、やっていこう。今日できる限りやっていこう。明日からうるさいから。明日から足場組みが始まるって書いてあったから。やだな、3ヶ月も。あの、ベランダがさ、覆われて暗くなっちゃうと、ちょっと気分がめいるよね。なんかお日様に当たれなくって。あと結構ペンキの匂いとかするかもね、塗り替えで。それが気になるけれども、しょうがない。綺麗にしてくれるって言うから。ただ、どれぐらいうるさいのかっていうのと、私が喋ってる声が、その足場にいるお兄さんたちに聞こえるんじゃないかっていうね。この実況撮ってたら。どれぐらいうるさいかわかんないから、ちょっとその様子見ながら撮っていこうと思います。あんまりにももううるさくて撮れなかったら、更新が遅くなっちゃうかな。ちょっと待ってね。このまま、お手洗い行ってこよう。うし、戻ってきたぜ。やっていこう。セーブしたよね。まあ大丈夫。これがどれぐらいでクリアできるか。今日行けるところまで頑張っていこう。さて。そんで、反対側。左側？行ってみるか。結構広い。何回も言うけど。あれ、鍵取ったんだよね、さっき。なんとか室の鍵を取ったから、そこに行く。果たしてそこはどこなのか。部屋の名前は分かんないからな、マップじゃ。あ、女神様。ひー、なに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 、うわ、包帯巻いてる。なに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 、なんか強そうなやつ。うわうわー、やめろやめろ、ちょっと待って、ふん、いける。やばい、早いし、あんま食らってないな。あ、しかもあんま向き関係ないわ。ちょ待って、チャンスくれ、チャンスくれ、レッドをぶち込むチャンスをくれ。
ここで、これ持ちすぎだったな。はい、レッドぶち込む。あ、初めてだからレッドバージョン。余裕あるじゃん、ムービー挟む余裕あるじゃん、今すごい戦ってるから。火どうなんだろう、火の方が強いのかな。まあいいや、レッドぶち込んでいくか。仕方ふん。やった、待て、ん、あ、暴走した。タイミング的にちょうどいい。ほら来いよ、ほら。強い、もう一匹いなかったっけ。ほら来いよ、よーし。やったやったら、やば、お薬がもうなくなってきた。お薬ごくごく、はい、飲んで落ち着いて、おし。それでちょっとこの子強いな、やっぱ雑魚はナルコンで倒して炎の方が強いかな、攻撃力で言ったら。弱点とかあるのか分かんないけど、ちょっと待って、で調べなきゃ。これ階段もあるな、はい。世界の新たな創造集、特にない。ふんふん、いいアングル。下乳も拝めるし、太ももが、髪の毛で大事なところが隠れている。セクシー、あのなんだっけ、ヴィーナスの誕生みたいな感じ、あの貝殻の上で髪の毛でお股とか隠れてるよね、あんな感じで。ちょっと待った、あの血みどろのドアみたいな、あ、血みどろではなかった、ここがロックされてる。これは何で、あはん、どっかの制御室っぽい。そんでここ、このドアがなんかちっちゃい部屋だな、ちっちゃい部屋っていうか廊下、はい、どう、敵いる、やば、強い敵も出始めて。ここはちっちゃい部屋、おセーブちゃん。おセーブちゃん、山のように欲しい、おセーブルーム。怖い音が、あ、ナスカの地上絵。みたいなやつ、ふんふん。相当の動物たちが描かれている。あ、頭が2つ。オッケー、これは？ヘビ、ワシ、ヘビ、ワシ、オオカミ、サル。ここも使える？ヘビ、ワシ、オオカミ、サル。とりあえず行くか。ここはなんかヒント部屋？まだわかんないな。ヘビ、ワシ、オオカミ、サル。そんで、こっちも行ける。突き当たり。ここが部屋。最近アイテム手に入らない、上の階まで戻れなくなっちゃったりするかな。そろそろ1個あれが欲しいね、2個持ってないと不安。あの暴走を止めるお薬。